おはようございます。大分の釣り馬村上君。お釣り上手いふりが上手なだけなの、はい、そうなんですか。さっきなんかね、どっちが上流っすかって言ったからね、はい、それ聞いてどうかなるのって言ったらね、はい、なんとなくですって言ったで、 でもなんか釣りそうっすね。ね、いやしょっちゅう釣ってるもん、ツイッターとか。あのよく羽田さんにリツイートされてる、はい、大分のことなら任しとけの村上君、はい、でなんかバスのトーナメントとか出てるくせに、はい、エギングばっかり言ってる最近しかもメガロドンでめっちゃ釣ってるよね。なんでだろうねみたいな感じだった俺も自給自足、はい、今日は何投げるんですかこれ。エバーグリーン、はい、チッカーバグ、チッカーバグの直リグです、ね、何投げるんですか。メガルドゥーン、メガルドゥーン、アーチェロン、チッカーバグ、チッカーバグ、カバー打ち、直リグ、直リグ、どうなんですかね。ほらもう食った。マジですか。はい、うそメモとこみなさんご機嫌いかがでしょうか。釣りは世界を救うのでしょうか。そんなことより見てみませんか。釣りよかでしょう。俺の方がうまいピュアらしいよ。カバーあっても巻物を投げるのね、はい、俺らの発想にはない、ね、ないですね。ここで巻物投げる俺さんはもうカバーの中を攻めるんですね。いや車の中でさ、はい、ここ通った時あの人がね、はい、あこれはカバー打ちだなって言ったから、はい、俺カバー打ちしてんのに、はい、メガロドン投げてる騙されたそこでもうすでに釣られてたわけですね。そうそうそう、ある意味の勝負はもう始まってる勝負なのかこれ。勝負になったどっちが釣りを楽しんだかがやっぱ勝負だから。絶対負けない、絶対負けないいっぱい釣れるんですか。いっぱい釣れるよここおっ騙されたくっそ初めてやり返されたあいつ手ごわいぞあいつ手ごわいぞ。手ごわいっすね。よしって思った今のは悔しい。下ポインって飛んだ釣り色派より強敵なやつは。強敵ですね。あのタイミングといいすぐ徳さんやったらすぐやってさ、はい、バレバレなんだけど、はい、この間の開け方普段からやってる感が釣り上手だな。釣り上手やね本当。行きましょうか。元行く。おわ、ワンちゃんやん。あ、本立て。お父さん。無反応さあ、移動してきました。はい、先んところの下流ですね。そう、なんかね、釣り岡大分支部の村上先生がね、はいはい、移動をいっぱいして、いい状況のところに行く。おう。これが俺のスタイルだ。キラーンって言ってた。まあ、ちょっと移動繰り返して、はい。なんかいい場所を見つけて。俺メガロドーン。メガロドーン。濁りがあるときはメガロドーン。濁りでも、あでもなんかいいのいっぱいあるね。はい、あそこなんかブロックゴンってなってるやん、はい。もう一段ゴンって下がってる、ね。ゴンってあるんですよね。そのゾイ。ゾイ。ゾエない。ゾエない。うん。うふ。ボールで見せる。お。ゆっくり待ち。ボトムをズルウィクと。いけいけあっちの水門トッピー行こうぜこっちの水門トッピーすぐ回ってないメガロドンが音を荒立てないように回収します。なるほど。あれついてきてない。嘘ついてきてた。あれですか。えっえっバビオン何がどうなったんですか今。なんかねついてきてた。何ですか。絡まってると思ってたの、はい、ただ全然絡まってなくて、はい、無事に帰ってきた上に、はい、なんか翻ったように見えた何かが。マジですか、うん、すごいな。やっぱブレードがこんだけ濁っててもなんかギラギラ見える。じゃあ洋来流メガロドンの投げ方講座。はい、タラシオガイドの2番目にします。2番目。はい、こうやってめちゃめちゃ投げる。うぅ
丈夫なんともいぶし銀の顔めっちゃいぶし銀や渋い初めていぶし銀って言われたまあでもバス釣りやってる人からしたら普通かもしれないけど、はい、個人的にはショアジギングのようにたらしをつけてお前から後ろにドーンボーン飛ぶ気がするな思いルアーになればなるほどそれがいいんですかね知らさあ紫たん紫って言ってた紫くんついに小バスに逃げることが決定しました小バスを釣りましょう釣りましょう僕のリグは、はい、お気に入りのデラブレイク、デラブレイクにリズムウェブ 2.8 インチでも落ち場がすごいです ねちょっとボトムまで落としてデラブレイクしますラインを巧みに操ってますねわからないよしはいはいはいおいおデラコー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 を置いたピッチングしてきた？お、上手だな。遅い。よっしゃー、かぶった。デラシリーズ共演。デラシリーズ共演。偉いなことになってる。誰が邪魔したのは？あなただ。向こうの方が投げやすそうだし。真ん中ありなんですよね、うん。そうそうそう。よし、ちょっと移動しよう。よし、行け行け。行け行け。早いぞ早いぞあの男戻ってきてくれたデラ村上デラ上さんですデラ上デラ上くんデラ上くんですうわナイスキャー来た来た来たバスバスおーさーバスだバスだデラくー白い白い冬っぽいあもうほら曲がってきてるあ本当だもう動けなくなってるね、うん、ちょっと動けなくなってきますねもうういゾイだったねゾイでしたねよく出てくるワードゾイですねじゃあここなんていうそこあっこっすかうんゾイおー上手上手上あめっちゃ上手めっちゃいいとこ入ってる、はい、今来た来たおいうぇーすごいいっぱい来ましたね、あのゾイなんであ、そうなんだあそこ溜まってるゾイにあれーあれー白い怖いって言いますあのゾイなんだねゾイね釣り岡名物場所っぽいあのレイダウンとかありそうですけどなんかだいいって言えよじゃあもう専門用語なしでいきますか専門用語なしでいこう今度から専門用語言ったらしっぺね、はい、追っかけてこないかなほら来た来たほらよしよし見えたぞフロマスこの針金ぐるぐるでフロマス釣れました絶対言うと思ったヒホー絶対名前言うと思った回転式針金回転式針金魚みたいな疑似絵でクロマスが釣れましたそっちの方が分かんねえクソーヒホー鉄の鉄ピラピラがついたやつ鉄のピラピラがついたやつおーえーおーえー疑似絵の名前言うくらいいけないダメ疑似絵も専門用語だ偽物さっきひったくったところ見えましたねあ、ひったくったは専門用語じゃないのかいおひったくりボイルボイルって言ったボイルボイルにパッとめっちゃ専門用語使い始めたあ、出たつい。このゾイに投げればいいけどあれそうなの濃いかななんか濃いかなじゃなくて濃い濃いっていうのは、うん、日本古来からおるフィッシュフィッシュ日本古来からおるフィッシュ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 フ
いや、いいよ。俺は水野さんを信用する。あ、それも水野さん。コバスをいっぱいやっつけたね。いっぱいやっつけたね。いっぱいやっつけましたね。エンジョイ。楽しかった。音楽はなんとかです。エンジョイ。というわけで移動します。届けたい胸のことを心踊るアンコールアカスタンスタンスタンスシェミモン。さあ村上くん、はい、フライングダウンショット挑戦ですね。挑戦です、ね、俺が解説していい？いいですよ。ここ村上くんが追って、はい、こっちは対岸とします、はい、僕は岸です。はい、こっちから投げます。岸に重りが乗りました、はい、フライングダウンショット。いつでもどこでも提灯ができると。これは岸に乗ります、はい、よし。フライングダウンショットのキャストを見せてくれ。超むずい。おー、いたいたいた、いた、いいね。ほんとや、見て見て見て、フライングダウンショット、あそこにシンカーが、あ、落ちた、シンカー。でもでもひしもに引っ掛ければ、ひしもに引っ掛けて提灯ができてる。おー、くっと、おくっと出てくる。ひしもに引っ掛けて、あそこでひしもでもフライングダウンショットできる。うわ、どこでも提灯ができてる。でも出たね。出ましたね。あ、いるんだ。なるほどね。ここにいる。大概行ったが早そうだね。でもいいじゃん、いいじゃん。はい、フライングダウンショットできた。来た？できた、ほら。これ？ほらほら、フライングダウンショットできてる。これ釣れたら面白いけどな。今パス食った。食った？って言ったの。そう、どんどん袋が寄ってきてるっていうね。食わんか。岸もでフライングダウンショット。お、食った。お、食った。めっちゃ楽しそう。それ楽しそう、フライングダウンショット。そこら辺の岸もでやってみてよ、フライングダウンショット。お、いいね、フライング打ってるんじゃない。お、寄ってきてる。お、いいね、いいね、そこいいね。あ、いい。おー、来た。おー、出てきた。おー、来た。すごい。それすげえ。フライングダウンショットや。面白すぎやろそれ。すげえ。おえ。まあ、いいよね。本当やね、フロッグとか投げれなくて、はい、トップあそこ使えないときに、はい、めっちゃいいっすね。こんなので。すげえな、フライング。ちょっと俺も投げたいな。某トップトーナメントは考案。僕が考えたんじゃありません。でもいいね、いいっすね、いいっすね、これ。楽しそう、うん、おえおえ。さあ俺も作る。どこでも提灯フライングダウンショット俺も作る。作り方を教えてください。普通にダウンショットを作ります。はい、作ります。リーダー部分を長く長く。それがコツですね。こんくらい。こんぐらいでいいんじゃないですか。こんくらい、こんぐらいか。これででかいの釣りたいね。です ね、 ね、この時代来るんじゃないくらい。岸にルアー乗っててテレビでみんながみんな対岸にボソッと。普通のダウンショットの長い、長いやつをして、シンカーもちょっと重めをつける。僕が再び解説をします。はい、対岸のこういうとこにピッて乗せて、乗っけますね。でここでちょんちょんちょんと提灯。いいね、フライングダウンショット。いい、ね、よし、はい、完成しました。いきましょう。今回はアジングワームを使います、ね、アジングワーム、ペケリング、ペケリング。息よいよと走ってったら。てんてんつくつく、てんてんてん、おなしゃす、投げやす、投げやす、引っ掛けやす、引っかかってますね、この状態ですね。はい、ちょんちょんちょんと、フライングダウンショット。ここのひしもに引っ掛けて、あ、あ、なんか来たよ今、もわもわって。おお、来た。よし、外れた。お化け。あ、なんかこの絵面面白い。ギルは逃げる。これめちゃめちゃ面白い。ピョンってして、そこでずっとちょんちょんちょんと。お、寄ってきてる。ほら、来た。来た。あ、これフッキングむずいな。フッキング難しいね。お、際でやってる。お、上手。それが理想的な使い方だよね。はい。ちょん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 。おー、来た。なんて面白い釣り方なんだ。はい。ちょん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 。刺身に醤油つけるみたいですね。おー、来た。でかい。派手に出ますね。こんなところで提灯普通できない、ね、できないですもんね。ちょん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 。おお、あった。あ、まあまあサイズがおったよ。お、
見えましたか。袋の横、袋の、あ、本当だ、マスク待ってる。まあって言っても今までがちっちゃすぎて、はい、まあまあに見えるこいつ。ほらほら行くよ、目の前だ、目の前、目の前よ、ほらお前じゃねえよ。あ、逃げてった。ギル、お前じゃない、ちょっと待って待ってる。いいとこどうぞ。ほら、お、来た、お、ギル。ギルが早い、ギルの方が早いね。ギルさ、あ、あ、一番ちっちゃいやつで釣れた。すげえガッツリかかってる。おい、フライングダイショット、おい。動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。